はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今日も昨日と同じ純正受けループを使っていくんですけど、磁場コイルにエアアームドをキャッチされると、すべてが終わるかといって、ヤドランで受け切れるかと言われると、怪しさしかないけど、ヤドランは絶対必要だよな。S1 いるでしょ。まあポリツーでいいか。だったらギャラドス、ドラパルトもいるし、例えばヌオーヤドランとかって投げると結構心配だよね。私からできるのはヌオーヤドランだから、ヤドランポリツー、まあハピナスは持ってかなくてもいいか。この2体だとジバコが鉄壁ボディプレだった時はきついからヌオーも欲しいんだけど、ああ、でもそうすると結構分厚い戦術にはなるのか。全体的に。まあ相手のポリツをどうするんだっていう話だけど、ゴリランダーの通り、悪いよな、はっきり言って。通んないよな。まあヌオーの枠をゴリランダーにするって言ってはなくはないけど。まあヌオーから入って、ポリツ、ヤドランでいきますか。まあポリツは出てこないんじゃない？ハピにガチなんもできないし、あんまり投げる意味がないと思うんだけどな。まあ、ジバコイル、エースバーン、ドラパルト、ギャラドスとカバルドンを絡めて突破してくるっていう感じだと思うんだけど、まあ、カバルドンポリツって入ってる、あれはすごい好きなんですよね。なんて言うんだろう、その、カバポリツのさ、7世代間ね、物理特集が、そいつだけで受かるっていう、その2体で大体見れるっていう。それは結構好きなんだけど。まあ、自信でいいかな。まずは。鉄鋼。OK。来てる。おら！鉄鋼メガネだと結構入っちゃうんだよね。ただまあ、言っても、ノーじゃなきゃ受けきれないのこいつだけだから、ここで対面処理になるのは全然 OK だったかな。それならそれで、こっちの思うツボなんだけど。ドヒドイディなくてもやっぱ結構やれるな。てかむしろドヒドイディじゃなきゃ明確に受けれないっていう駒がそんなにな気がするんだよね。まあ、思念ないんだったらエースバーン受けんのはドヒドイディが一番いいと思うんだけど、思念あるのが当たり前みたいになってきてるから。まあ、熱湯で焼きに行きたいかな、カバ。ステロ巻きから来る。あとはエースバーン通してくるノリだと、うざいけど、オッケー。あとはそしたらこれでくるくるしてればいいから、ここもう一回熱湯で、木の実まで削ろう。まあ、場合によってはポリゴン2は寝かせてもいいかな。ドラパルトにはまだ余裕がある。てか、これでラストドラパはないとも絶対 S バンだと思うんだよな。爪筋として。まあ多分4分の1で食うやつだよね。多分。あ、盆飲みか。回復量はちょっと優しかった。ドラストドラパルトならポリッツで勝ち。ギャラドスも基本的にはポリッツで勝ち。っていうかその場合だったらなるべくヌオーを捨て気味に行きたいけど、エースバーンだった場合はヌオーを残した方が美味しいか。ヌオー残ってるから、これヤドランでいいんじゃないかな。再生力あるから、ステルスロックの影響をあまり受けないと。はいはいはい。まあ、ここは空いてた分、あくびループだと思うんだけど、ネットで早めに焼いてるのが、偉いかな。まあ、あとこっちにもダイマックスは残ってるから、まあ、まだヤドランを雑に行く時期じゃないな。ヌオも捨てろ半減だし、16分の1しか入んないから、で砂溜めは食らわないでしょ。ドヒドヌオのこのサイクルと同じなんだよね。捨てろを毒入れてからカバルドに対してはドヒドヌオをくるくるしてしのぐみたいなノリと、まあ本当はヌオが残飯持ってれば本当にゼロなんだけど、まあそうではないと。なんだかんだでやっぱ再生力は偉いよな。
死なないっていうのが本当に不死身こいつが。はい、あくび。オッケーオッケー。この再生力持ちのポケモンがいるだけで受け回しが随分しやすい。本当はな、モロバレルでミミッキュが見れるとかそういう要素があるとちょっと良かったんだけどね。やっぱ大ホロの B ダウンは強いよね、どう考えても。あれでさ、結構浮かんなくなったよね、いろんなものが。じゃミミッキュがね、実はね、ステロまかれて研磨玉ミミッキュ通されるだけが結構きついっていうあれはあるね。まあその対応できる駒が2枚以上いればそれをくるくるしてっていうノリでいいんだけど、まあ結構そうすると戦術が縛られるよなっていう。だからやっぱ1枚で受け切れる駒が欲しいんだよね。あくび。これで落ちるかな、あと1回か。そしたらここヌオーで、まあ、ヌオーカウンターあるからエースバーンに打つべきかどうか。打つべきじゃないと思うけどな。一回はヤドラに引いていいと思うんだよな。自信。はいはいはい。これヌオーあれだな、眠くなんないで済んだから、ここ急がれるな、場合によっては。まあ、ワンパンしてくるポケモンがいるとうざいんだけど、ラスト誰ちなみに。エースバーンでしょ。ギャラかー、ギャラかー、ギャラドスかー。龍舞考えるとポリツ引きだな。素引きします。まあ、そもそもウィップがないんだったらヌオで勝ちだしな。自家城威嚇をトレースしてあれしたかったけど、龍舞。はい、いや放電の枠こいつ電磁波にしようと思ってたんだけど、ポリオン2。まあギャラドスはやっぱ考えると放電もあって悪い技じゃないんだよな。高台マックスで第3打打ちます。これで勝ちでしょう、おそらく。まあ1枚だから、いやポリ2がこれで打ち負けることはさすがにないと思うよ。ストリームストリームとかでも耐えると思うけどな。じゃないとポリオン2の意味がないよね。まあ威嚇を打ち返したかったっていうのはあるけど、そうすると絶対なんだ、大丈夫なんだけど。まあ、でもダイマックスはヒットポイントは2倍になるけど、火力は2倍にはならないからね。お互いダイマックス切り合うとこっちの方が有利になると思うんだけど。ダイマーメこいつ食わせてるよね、大丈夫だよね。一瞬心配になっちゃったよ。ステロをもらってるのがちょっと気になるけど、そもそも第3打で飛ばない ?4 倍だよ。まあお互いダイマックスしてるとはいえ。ああ、これ次のストリーム余裕だわ。ポリッツ HB にしといてよかった。ダサいんだ。ああ、なるほど。賢い。ああ、木の実なかったら飛んでたのか。逆に大魔、ああ、急所か。ってことは、何第3打耐えるの、もしかして。食わなくても。いや、さすがにそれはないか。わかんない。まあ、第3打連打で、ここ。で、死ななければ勝ちだけど、死ぬ?死なないよな、いくらなんでも。まあ、そうだよね。こんな削れるとは思わなかったけど。まあ、雨と A1 なんかアップだから、こんなもんか。OK。うん。こういう、こういう、これで、あれね、初手の鉄鋼が当たってたとしても、ヌオは切りながら行ってよかったとこになるから、どっちみち多分勝てたと思います。OK、GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この構築にはゴリランダー出したいな。グラススライダー。ないけど、ゴリランダーは欲しい。ゴリランダー、ヌオー、ハピ。トゲキいるからハピは絶対投げなきゃいけないよね。ってなると、まあ、ギルガルドも、見れるとは言えないな。
そうなるとやっぱゴリランダーは出したいか。ゴリランダー、ハピナス。これでヌオーだとな、初手のパチンコが、ありえんきついよな。あと、エースバーンもきついのか。てか、ヌオー、ヌオーヤドラン、ハピがいいのかな。いやー、ただハピがガルドに打点ないから。無理やり両方に対応しようとすると。あ、あとこれだとあれか。無道いないとゴリランダーも無理か。これ全体は無理だな。だからやっぱゴリランダーみたいな対応範囲広いやつで、スカーフパッチャラゴンは切って、戦うしかなくて、ゴリランダー初手の、ヤドランを裏に置くよりはヌオーだね。両対応の。タピ、うん、これがいいと思う。これきついやつやな、絶対。何がきついって。全体をできてないんだよね。選出の段階で。ある程度何が来ても、戦えるように選出をしたいんだけど、初手 S が、そうですか。ここを対、ヌオーで引いてから対面処理したとして、パチンコドラゴンにゴリランダで頑張るしかないか。まあ、ヌオー引きで。それででもラスト1体が物理の駒だと、きついんだよな。どうしても役割集中的な選出で、こう、こっちの受け駒を1枚腐らせてくるのが、きついよね。この火炎ボールは、優しかったかな、初手としては。割と。ケアしてないだろう、でも。耐えて、助けで耐えて、がむしゃらしてグラススライドで取るっていうルート。こうダイマックスして突っ込んでいくんだったらカウンターでしばきたくて、そうじゃないのであれば、熱湯で焼きに行く、もしくは自己再生とかをしたい。カウンター、突っ込んでくるかな。ここは引くと思うんだよな、一回。熱湯で。ゴリランダーとかに引いてくるんだったら焼いときたいんだよね。じゃあそれ焼かないと負け。トゲキッス、オッケー。トゲキいるならハピの選出は、していてよくて、焼かないか。ただ、グラスフィールドが入ってるのがでかいのと、ハピに引いて、自破を刺す。ダイマックスを使わせれるんだったらそれはそれでいいや。いや、すら。これはまあ、グラスフィールドも相まって結構余裕がある感じか。まあ、自破だね。引き、オッケー。裏に自破入るんでかい。パチンコやめて。エースバーン、ラムやめて。でも命の玉じゃないってことはラムだよな。助け術。やめてやめてやめて。ラムやめて。ラムの実がチャンジ。よし。ラムの実じゃなくて、したらヌオー引きでいいな。あ、相手も引いてきた。釣りに来たんか。膝膝とかの方がきつかったけどな。ただこれならこれでヌオーにグラスフィールド回復できるでしょ。膝切ってるの？もしかしてあのエースマン。なんか変な技構成になってない？もしかしてだけど。まあ、そんなことはさておき、ハピナス引きだ、ここも。ヌオーのヒットポイントがあとちょっと確保できてるから、まあ、1枚切ってエースバン出して、最後カウンターで詰めるみたいなノリも、できる。パッチラゴン。来たねー。パチンコドラゴン。こいつガチ強えよな。こいつのパワーは。ゴリランダ引きだな。ヌオーに多分、いや、こう激鱗が一貫するから激鱗打ってくると思うんだよな。スカーフはちょっと無理だけど。激鱗はまあまあ入るけど、致命傷には、なりうるな。かわせ！かわさなくて、
ただ死にはしないよね、いくらなんでも。オッケー。そしたら激鱗を打ってる間に、身代わりチャレンジしたいな。決めるか。うわースカーフだったけど大丈夫。よし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 、これはいい形になった。スカーフかこいつ。ツバメ返しがあるかどうかだね。まあ、宿りに刺してここでそれを確認するっていうノリかな。あ、守るで一回回復しとこう。ヒットポイント、やーべえ、ダイマックスか。うわー、だったらここ身代わりじゃないや、宿り押さなきゃダメだったよな。それかせめて、ここでダイマックスか。ここ耐えて身代わり残ってくんないかな。ダイジェットだよね。あーでもそっか、スカーフだからダイマックスするしかないか。あー壊れちゃうよね。そうだよね。S 上がる。うわー今んとこ宿り、もう宿りだった、絶対宿りだった。まあ切るしかないか。ちょっとこいつやっぱ浮かんねえよな。クレベースで鉢巻きゴリランダーまで見れるんだったらクレベース入れるんだけど、こいつも怪しいからな、クレベース。そも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 の話として、ここはカウンターでぶっこ抜くか。大ドラグーン、強すぎる。このポケモン強すぎる。ただボンのみ、わあマジ死なないか。死なないマジか。まあ、再生連打でかわし待ちするか、激鱗の突撃。エースバーン、カウンターも見られちゃってるからな。ただダイマックス終わったからこっからは常にワンチャンが残るよ、かわしの。何打ってくるかな。カウンターでいいか、ここも。麻痺って動けない。だったら地震とかでぶったたきたかったけど。ああ、それはまずいくない？それはまずいくない？結構。どんぐらいいく？うわ、いくねえ、ばっこり。どっちから来る？トゲキから来るんだったら、あーまあパチンコから来るよな。ここタクだけど、行くしかないか。掴みに行こう。相手視点は激鱗安定で、当たんないならこっちはカウンターが打てないし、熱湯とか大ストリームじゃ死なないし、っていうところで、うわぁ、もう。なんで？うめぇな、こいつ。あー。
くそ。ちょ、今だけハピナスフェアリーダイブなんないかな。終わった。終わってた。ここ。大ウォール。エアスラー。まあ引いて相手こう釣る必要もないと思うから、避けるのの2回チャンスでかけるか。まあ 64% だからね、葉っぱ60種で2連続出せるのは。だからどっちか避ければいけるんだよね、このバトルは。そもそもここ引きがワンチャンあるから、トラタを打っとく。もう引いてくんだったら勝ちなんだけど。まあ、引かないか、さすがに。ああ、そう、ここも、そうだ、こういうゲームだった。瞑想一回積んどっか、先に。エアスラー。オッケー。瞑想積めれば、で、卵海したターンに引かれるのが世界最悪だな。電磁波とか打ったターンに。その二つを、ただ甘えて相手は引くと、トラ倒された時に終わるんだよね。お、来た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 粘り強く行ってよかった。トラ倒してんだこっちはよ。おる、さっきの、こっちのダイマックス読みで、ダイアス読みで引いてきたのもうまかったけど、こういう粘り強いバトルは負けねえわ。粘り強くいくサイクル戦。卵見、これでも相手まだワンチャン残ってるっていうのがえぐいな。オッケー、動くなら勝ちだわ多分。自破を刺した瞬間にひるまなくなるよね。自破刺したい。たくんでこないかな。オッケー。イエス。いやー、よかった。甘えて引いてくれたわ。オッケー。じゃあ今日これで終わります。おっつ。